庭菜園ライフ。和光市で菜園をやってます下道です。今日は更新剪定とナスの切り戻し作業の使い分けについてご紹介していきます。更新剪定やナスの切り戻しという手法があります。切り戻しは一家取りとも言われております。長く収穫するためや株を弱らせないために一旦これらの作業をしていただくとナスが元気に育つと言われております。どういった時にこの2つの作業を使い分けるかをご紹介していきたいと思います。最後に質問にもお答えしていきますのでぜひご覧ください。では行ってみましょう。ではそれぞれの特徴からご紹介します。まずは切り戻し一家取りからご説明します。切り戻しをやるタイミングとしては収穫の度にその都度切り戻しをしていく方法です。特に株が弱くならなければ常にこの方法をやっていただければ8月以降まで長く収穫することができます。デメリットとしてはかなり作業が細かいので管理がしっかりできる方におすすめです。また言葉ではわかるんですけども実際自分がやってみようと思った時に思い切ってこの切り戻しという作業をできない方が非常に多いのでしっかりと覚えて切り戻し作業ができるようにしてみてください。ちょっと難しい面がありますのでマスターしてみてください。一方更新剪定はどういう時にやるかと言いますとナスの出来が悪くなったりある程度病気が発生したりした時に更新剪定をやってみてください。また花なども咲かないという時にやってみたらいいと思います。更新剪定については人間で言いますと大手術をしたような感じで株の3分の2ほどをバッサリと切っていきます。さらに根っこをスコップ等でカットして新しい根を出す処置をしていただきたいと思います。作業はそこまで難しいことではありませんけども先ほども紹介したようにこわごわとやる方が非常に多いのでマスターをしてみてください。ということでそれぞれの使い分けとしては夏の状態が悪く収穫が減ってきた場合には更新剪定をやってみてください。一家取りに対しては常に収穫ができている方はやってみてください。更新剪定も8月の中旬ぐらいになると復活するまでにはかなり時間がかかりますので更新剪定もだいたい5月初めにナスを植えた方は7月の中旬から8月の1日ぐらいまでに更新剪定をやった方が後々秋の栽培にも影響しますので遅くならないようにやってみてください。それでは切り戻しからご紹介していきます。皆さん3本立てで3つの枝を伸ばしてきたと思います。この伸ばした枝に脇芽が数本出てきております。もともと伸ばした3本の主の幹は剪定しなくてそのまま伸ばしてください。そこから出てきた脇芽を切り戻しをやっていきます。ただし脇芽からさらに脇芽が伸びてきたものを残すことがポイントです。ちょっと見てみましょう。これが主の幹で、あります。で主の幹から脇芽が出てきたものが今持ってる枝です。こちらの主の枝を切ることなくこちらの脇芽の方を切ります。さらに脇芽からは小さいものから言いますとこういう脇芽、この脇芽、ここにも脇芽、ここにも脇芽と脇芽が葉っぱと茎の境目から数本出てきております。この脇芽を一つだけ伸ばしていきます。この実がなってる
舌の脇芽は非常に伸びてボサボサになりますので、この脇芽よりもう一段舌の脇芽を伸ばした方がいい実がなると言われております。これをここから切ります。皆さん方はこのようにナスがなっているのを切るのはもったいないなって思うかもしれませんが、後々にのことを考えますと切り戻した方がたくさんの実がまたなってきますので、遠慮なく切ってください。では切ってみます。ここに実がなっております。これをまず収穫をします。収穫しましたら、ナスがなってるすぐ下の脇芽は不要ですので、これは取ります。でさらにその下に脇芽が伸びておりますので、この脇芽を将来的に育てていきたいと思います。ということで、ここの脇芽のすぐ上をカットしてみてください、はい、このように残ったのはここだけです。脇芽から出てきたすぐ上の脇芽を伸ばすようにしてください。ここを切ることによってこの脇芽が今後どんどん伸びてきますので、心配しないで育ててみてください。今後この脇芽から伸ばして、さらに今のような状態、切ったような枝、例えばこの脇芽がさらにこのように大きくなりますので、またそれも切り戻しをして脇芽を伸ばしていくということで、次から次に切り戻し伸ばす、切り戻し伸ばすということをやっていきますと、非常に長く8月の終盤までナスが収穫できます。これを枝に1個だけ実をつけてから剪定した方が株は弱りません。これを一果取りなどとも言われております。伸びてしまった方は今やったような要領で一番下の脇芽まで戻すようにしてみてください。更新剪定については、今のように見極めてからというよりは、枝をバッサリと落としてさらに根も切るという手法です。こちらに過去の動画がありますので、参考にしてやってみてください。ということでまとめです。株が明らかに弱っていたら更新剪定をやってみてください。収穫が続いてできているようであれば、切り戻しや一果取りを試しにやってみてください。それではコメントにご返信していきます。こちらのスイカの動画にコメントをいただきました。スイカが受粉し、実もソフトボールぐらいに大きくなってきました。着火しているつるより着火してない方のつるが大きくなってきました。これは大丈夫でしょうか、というコメントをいただきました。やはり着火してないつるというのは栄養を吸収できますし、その分大きくなると思います。着火しているつるというのはスイカの方に栄養分を吸収されて、つるが大きくなってないと思います。逆につるばかり大きくなると実にあまり栄養がいってない可能性がありますので、問題ないと思います。収穫まで頑張ってください。今日はナスの切り戻しと更新剪定の使い分けをご紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタンを押してください。ではまた、バイバーイ。